沢の S902 ですね、はい、ブロンズブラス艦隊のストレートネック、一体型ネックになってます。ご存知だと思うんですけど、ソプラノサックスっていうのはデタッチャブルっていう、ここのネックが外れるタイプと、こうやって一体型のものと大きく分けて2タイプあります。でそれぞれにそれぞれのメリットとデメリットがあります。柔らかい音が出やすいのが一体型の方が出やすい感じはそういう気がされますね、はい、でデタッチャブルの方が、もちろん便利ですよね。ネックをいろんなタイプに付け替えられるので、はい、音的にはですね、ちょっと太くなる感じがあると思いますね、一体型に比べて比べると、はい、本当にこれは人それぞれですからね。そうですね、あくまでも目安的な、はい、イメージですけど、個人的感想っていうことですね。はい、で、はい、このソプラノサックスでよくあるソプラノサックスあるある、はい、さっきの話ですか。はい、ソプラノサックスを選ぶ上でのソプラノサックスあるある、サックスあるある、はい、あるある。で、このマウスピースの差し込み加減で、楽器から感じる状態とか音色とかがものすごい大きく変わることが結構あるんですよ。でこれはアルトとかテナーよりもソプラノサックスに見られる傾向ですね。例えばこの個体なんかはチューニングするとこれくらいまで差し込むことになるんですよ。ギリギリですね。ギリギリ 440Hz で合わせた時にですけどね、ギリギリまで入れることになります。ここまで入れてベストポジションなんですよ。やっぱりチューナーで合わせて合う差し込みポジションっていうのがその楽器のベストポジションに大概なってます。でベストポジションじゃないとどういうことになるかっていうと、例えばこの楽器じゃあこれくらい抜いた状態で、コルクがこれだけあるので普通感覚的にはこれの真ん中ぐらいで止めますよね。パッと何も考えず刺したとき、この状態で吹くと下の音がひっくり返ったりします。でこれはどれでもじゃないんですけど、この楽器はそういうことがあります。でこれがここまで差し込むと嘘みたいに操作性も上がって音もめちゃくちゃ良くなります。だからこの差し込み具合でも大きく操作性や音色が変化するので、ソプラノに関しては特にこの吹いててなんかあれおかしいなって思われるときはこの差し込み方も疑ってみてください。でそれはどうやってベストポジションを探すかっていうと、チューナーでチューニングして探してください、はい、合わせてどの位置がいいかですね、だから深いところまで刺せば何でもいいってわけじゃなくて、ちゃんとこの深いところでチューニング上音が合うっていう時にはこの深く刺した方がベストポジションなんですよ。だからコルクが コルクがの長さとか関係ないですね。チューニングにちゃんと合うところ、チューナーにちゃんと合うところがベストポジション、はい、逆にこれ抜いた方が音ひっくり返ってたのに、はい、抜いた方が音が安定するようになったっていう逆のバージョンもあったりするんで、でこういうのはやっぱりチューナーで合わせるとこの抜いた状態が、はい、ベストポジションだったりしますね。だからソプラノは特にチューナーでチューニングをして、この位置をしっかり正しい位置を決めた上で吹かれないと、楽器の本当の状態やポテンシャルが分からなかったりします。でこれはもう本当に、操作性ももうそうですね、柳さんのソプラノに関してはとにかく扱いやすさと吹きやすさでは間違いないというか、おすすめなやつですね。おすすめですね。ちょっとこう、サビとかは部分的にあります、ね。そうですね。この辺が特に出ちゃってますけどね、サビとかね。あとは全体的に綺麗ですよね。剥がれとかありますけどね。そうですね。このここ周りがちょっと、そうですね。この上の部分がちょっと錆びちゃったりとかしてますけど。そうですね。あとテーブルキーですね。ですね、はい、あとはちゃんとこのサムの魔法使いが、サムの魔法使い標準装備じゃないですよね、902って。お得だと思います。プラスチックじゃなくてサムの魔法使いがついてます。そうですね、ここもですね、ダルになってますね、クサブレスですね、はい、そうですね、WO シリーズよりも吹きやすい傾向にあると思いますんで、この Q シリーズは、はい、だけど Q シリーズも今は製造されてませんで、ね、はい、
なかなか柳沢のソプラノサックス、特に旧シリーズは中古で出回ることは少ないと思いますので、気になる方はお早めにチェックを。そうですね。はい。ですね、これもおすすめです。